石算市はイギリス特有の職種サーベイヤーの中で建築積算を専門に行う。イギリスには現在7万5千人の積算士がいる。イギリスでは設計、見積もり、思考の3つが独立して行われる習慣があり、アーキテクトと並び権威のある仕事とされる。イギリスでは住宅などを建てる場合は、まずアーキテクトに設計を依頼し、次にクーンキティサーベイヤー。 石算紙に見積もりを作成させ、その後建築志向会社に工事を依頼するという手順を踏む。これは新築に限らず、改築でも同様である。特にイギリスでは、日本のように建て替えのサイクルが数十年というようなことはなく、古い家ほど値打ちがあり、築100年を超えるような歴史ある建物に住むことが社会的ステータスだとする考えが根底にあるために改築が 新築同様の大工事になることも多い。見積もり額が予算オーバーの場合は、積算子がアーキテクトと打ち合わせをし、設計の内容を調整させる。建築業者が見積もり額に納得しない場合でも積算子が調整役となる。それゆえに積算子の存在は重要性が高い。積算子の能力や選択が工事のスムーズさや、出来不出来に直結する。また、 イギリスでは設計者は理論的なことしか知らない場合が多いために実践的なことをよく知る積算子は必要とされアーキテクトを補佐することも多い。仕様の多くは予算に合わせ積算子が決める。もともと建設プロジェクトが設計され建設された後に鑑定、評価がされる英国の18世紀に遡る職業、サーベイアーは建物が建設された後、 価値を定量化して割り当て、それから商人の代わりにクライアントと建築家との交渉を成していた。19世紀初頭には新しい受け負い業者制度が施行前に価格競争を招いた。サーベイヤーはさらに図面から数量を事前に測定し、工事が始まる前に数量でそれらを組み立てる技術を開発。こうしてサーベイヤーはまた積算子として大いに進化していき、 コスト見積もりや予測、コスト管理などの建設及び財務管理プロセスの重要な役割を果たす。建設技術と管理、調達プロセスと契約上の問題、今日の市場環境の不確実性、緑の建物への動き、及び非伝統的な調達方法により、積算子の役割は進化し続けている。積算子が提供するサービス日本では、 公益社団法人である日本建築積算協会が建築積算士という名称で民間資格を発行しており平成26年4月1日現在の資格登録者数は1万1960名である。前身の建築積算資格者は実施団体を大臣認定する形式での資格制度であったため民間資格となった現在でも国、地方自治体、 独立行政法人などの資格審査において資格記載を求められる場合や評価における加点がある。日本では通常、見積もりが設計者または施工者の業務に含まれており、積算士登録者数も関連資格である一級建築士の登録者数355,921名に比べ圧倒的に少なく、その職能と資格の普及、知名度の向上が課題となっている。 また、受験料、登録手数料の高さ、3年間で登録の更新が必要であるなどから、資格ビジネスの意を出ていないという指摘もある。日本の建築積算士資格は、建築物の工事費積算業務の職能のみを認定した資格であり、イギリスのクオンティティーサーベイヤーに相当する資格としては、日本建築積算協会によって、 建築コスト管理士という資格が2005年に創設されている。同資格の保持者で一定の要件を満たした者は、英国王立チャータードサベイヤーズ協会の正会員として入会し、チャータードクオンティティーサーベイヤー称号を取得できる。平成26年4月1日現在の資格登録者数は1135名であり、建築積算士資格と同様に、 普及と知名度の向上が課題となっている。ありがとうございます。